だいぶですね、まあ、パーマも含めて今いろんなパーマ出てますけれども、やはり多くなってきたのが縮毛矯正と濡れパンということでですね、まあ、もうもろまっすぐのまっすぐにするか、まあ、カールかけたりしていって単発型にしていくかということで、まあ、メンズの方、まあ、レディースの方もですね、縮毛矯正はやはり出る時期となってまして、実際にオーダーが、多くなってきました。まあ、年間通しても一番今多い時期ですかね。だいぶ梅雨が、早まるという予想も立ってまして、西日本の方ではもう出てるということなんですけれども、